格安でででご旅行ができる裏技をオンンライン講座でお伝えしようと思いますこの講座に無料登録されますと、どなたでも格安でご旅行ができるようになります。ご旅行が初めての方でも安心してご準備いただけるように、現役海外添乗員20年以上の私が、 丁寧にお伝えさせていただきますもしもご興味がありましたらこのまましばらくお付き合いくださいもしもご興味がないならここでスキップしていただいても構いませんでは具体的にどんなことをすると格安旅行が実現するのかと言いますとその方法として2つあるんです 一つ目はマイルの活用二つ目はポイントの活用ですその裏技を無料オンライン講座でお伝えしておりますここで私の自己紹介をさせていただきます海外旅行専門添乗員として20年以上になります海外添乗日数約2300日 渡航回数約300回そして旅行業界唯一の国家資格を有するレアな添乗員でもあります私はベネチアの仮面が大好きでその仮面をかぶっております旅する仮面先と覚えておいてくださいね オンライン講座では旅行のプロである私がしっかり解説した資料をお届けいたしますので安心してマイルとポイントを活用していただけることができるようになりますマイルとポイントのことをもう少しお話しさせていただきますとマイルのことはあなたも一度は耳にされたことがあると思います でも効率よくマイルを貯めている方が実際には少なかったりマイルは知ってるけど貯めたことはないという方がいらっしゃることにとても残念に思っていたんですよね。あなたがもしマイルを貯めていないとしたらそれはとてももったいないことなんですよね。例えばあなたは普段の生活で お買い物されますよねそのお支払いを現金にされてないでしょうかそれこそもったいないことなんですお支払いをクレジットカードに変更するだけでポイントを貯めることができるんですそして貯めたポイントをマイルに交換すれば航空運賃をゼロ円にしてしまえるんですねどうでしょう あなたの日常生活にマイルやポイントを貯める意識をプラスしていただくだけで海外旅行や国内旅行が格安にできてしまうことをぜひ覚えていただきたいですねでも残念ながら貯めたポイントをマイルに交換するときに諦めてしまう方が多いんです あなたもなんだか難しそう、そんなふうに思われませんでしたかでも大丈夫です。今回の無料オンライン講座の登録特典をお受け取りくださった方には、旅行のプロである海外添乗員20年以上の私が、丁寧に解説した資料をお届けいたしますので、 安心してポイントをマイルに交換していただくことができるようになりますこの登録特典は期間限定となっておりますので今すぐに無料オンライン講座にお申し込みください海外旅行や国内旅行が格安にできてしまうその裏技にご興味がありましたら 動画下のボタンをクリック、そしてメールアドレスをご入力ください。それではご参加をお待ちしております。